皆さんこんにちは。内藤証券株スター7110より9月20日のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日は投資調査部の北原が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は前日比11円高の2万310円で取引を終えました。年初来高値を更新しました。急激な上昇に対する利益確定売りも出やすい中で比較的堅調な展開となりました。ではこうした中で今後どのような視点で銘柄選択をしていけばよいのか、今日はこのあたりを見てみたいと思います。では現在の株価の位置を日足チャートで確認します。こちらをご覧ください。はい、日経平均株価連休が明けてすっかり様相が変わりました。窓を開けての上昇です。こういう動きを見ますと、この5月の連休明けに窓を開けて、急上昇した時を思い出すんですけれども、この急激な動き、中身を精査していきたいと思います。まず新高値銘柄数の推移です。東証一部、昨日の東証一部新高値銘柄数は293と5月8日この5月8日以来の水準に増加をいたしました。でこの5月の時はその8日に366銘柄をつけたんですけれども、その後に6月20日の年初来高値を更新しました。で今回は昨日が293、本日も200銘柄と、まずまずの新高値銘柄数をつけております。ですからこういった銘柄物色意欲が継続すれば、15年6月高値の2万868円を突破する可能性も出てくると思います。果たしてこの流れが続くのかどうかということなんですが、やはり極論を言えばやはり政治次第ということですよね。ではこの先また見ていきたいと思います。では少し目線を長くしまして月足チャートを見てみます。リーマンショックによる金融危機が発生した2008年から足元までの状況です。ここでリーマンショックの安値をつけた後、長いもたつきを経てですね、第2次安倍政権誕生後から景気回復期待で株価が上昇で調整を得て今に至るといった動きになっております。で足元では9月28日の臨時国会で衆議院の解散、それから10月の総選挙の可能性が出てきておりまして、景気拡大への期待から再び上昇基調に転じてきております。で株価の平均値移動平均線を見てみましょう。24ヶ月間の株価の平均売買コスト、このオレンジの線ですね、これが上向きに転じてきています。つまり2015年から株式を保有していた場合に含み損がやっと含み益に変化してきたことを表すと言っても過言ではないと思います。したがって今後投資家心理が改善されると仮定すれば、一段高も期待できるのではないかと思います。資金の流れにも変化の兆しが出てきています。こちらですね。はい、金融価格とアメリカの10年債利回りです。米朝の軍事衝突リスクの警戒が和らぎまして、有事の金とされる金価格が下落。その反面、アメリカの FOMC の結果発表を待たずにアメリカの金利が長期金利が上昇してきました。前回の利上げをした6月の水準ですね、 2.2% 台を回復してきております。ですから FRB が FOMC において年内の利上げ、これは見送るのではないかという見方もあったのですが、 2.24% まで長期金利が上昇してきたことを受けまして、ひょっとすると追加利上げをする可能性というのも高まってきております。そうなると円相場は対米ドルに対して下落していきまして、今後は円安株高の構図を期待することもできると思います。ただトランプ大統領が昨日北朝鮮を挑発するような発言をしたので、このような資金の流れがまた逆回転する可能性もあります。期待半分不安半分といったところ、どうなることか注目していきたいところですね。では国内の動きより精査していきたいと思います。まず規模別株価指数の推移です。4月の14日の年初来安値を更新した後の規模別株価指数に日経平均とトピックスの動きを加えています。
で、このトピックス、水色ですね、このトピックスの動きに対して日経平均の、紫色の戻りは鈍くなってきております。ただ9月の安値以降は大型株の戻りが大きいので、日経平均の戻りも比較的トピックスに近づいてきたというふうに見ることもできますが、やはり東証一部の中小型株の動きが堅調なこともありまして、トピックスの方が日経平均よりも戻りが大きいというふうに現状分析することができます。ではトピックスを構成する指数のウェイトが高い上位15銘柄の動き、昨日時点なんですが見ていきたいと思います。トピックスは時価総額の大きい銘柄のウェイトが大きくなりますので、やはりトヨタとかこういった銀行株ですね、こういった銘柄の指数寄与度が高くなってきております。で、昨日はトヨタが戻り歩調にあったことに加えまして、任天堂が年初来高値を更新したこともあって年初来高値を更新しました。では日経平均株価はどうかと言いますと、日経平均の場合は現値に対する構成比率がウェイトの上位を占めますので、やはりネガサ株ですとかハイテク株の動きが指数の寄与度に大きく左右してきます。昨日はファーストリテイリングとかソフトバンクグループなどの動きが9月8日からの戻りの動きが見られました。それから東京エレクトロンが年初来高値を更新したということもありまして、日経平均株価も年初来高値を更新したわけですが、こうした指数の構成の違いが戻りの大きさの違いに現れてきているというふうに見ることができます。はい、ではこのように年初来高値を更新した中でも力強い上昇とはちょっと言い切れない中で、今後どのような視点を持って銘柄選択をしていったらよいのか、ここを見ていきたいと思います。やはりですね、次の時代に向けて今足元では技術革新が進行しています。人手不足による省力化ですとか自動化などの動きというのはもう社会構造上も起こることも起こっていることなんですよね。で、それから大量のデータを使えばデータ通信の高速化はもちろん省電力化なども求められていきます。ですから今は技術革新の途上にあると言っても過言ではありません。ですから、こういった技術革新の大元となる、縁の下の力持ちとして、今日は素材関連銘柄にスポットを当ててみました。はい、ではちょっとこちら銅価格を見てみたいと思います。はい、インフラ需要と銅価格については、今朝の日経新聞にも載っておりましたけれども、やはり大量のデータ通信、データの高速化などの 5G 時代が間もなくやってきます。それから五輪に向けた社会インフラ整備などもこれからのことですから、やはり素材関連というのは株価のピークというのはこの先になるのではないか、このように見て取れます。で、それから最近マスコミなどで注目されている電気自動車 EV ですね、自動車が電気自動車の方にこうシフトしてくると、やはりリチウムイオンバッテリーなどの素材となる銅の需要というのがより引き締まってくると考えられます。足元6月の上昇からの調整基調にありますけれども、この調整の後は再び需要の引き締まりから一段高になってもいいのではないか、このように期待を半分込めて見ております。従いまして、改めて素材関連銘柄というところに注目してみますと、やはりこういった金属関連銅に絡んだ事業をしている銘柄、例えば日立金属、日経金、三井金属、三菱マテリアル、住友山、古川電工など、こうした一例ですけれども、こうした銘柄に改めて注目するのもよろしいかと思います。はい、ということで本日のマーケットトゥデイは以上です。ありがとうございました。